ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。少子化の弊害が叫ばれている昨今、生産性の向上は急務です。そこで時短のため、魔理沙の見ている映画の結末を教えてあげたいと思います。犯人は山田でヒロインは病死、ラスボスは主人公の父親よ。お前の人生を時短してやろうか。ひぃ。というわけで、映画とかでは謎を謎のままに楽しむのが一番だが、暴力は、良くない。実は科学の進展によって、すでに解かれた謎もある。今回はそんな、解明された世界の謎8000を解説していくぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、グリーンチルドレン。最初に紹介するのはグリーンチルドレンだ。これは緑色の皮膚をした、不思議な人間の話だぜ。緑色の、皮膚？それは何らかの病気なのでは？では詳細を見ていこう。グリーンチルドレンとはそもそも、12世紀のイギリスで目撃された人々だ。サフォーク郡にウールピットという村があったんだが、そこには落とし穴が作られていた。今時そんなのび太くんみたいなことする人いるの？なお12世紀だぜ。これは、狼対策だ。この周辺では狼が出ていたため、それを落とすための穴だったんだ。で、その穴からある時、女の子と男の子が出てきた。穴から、出てきた？その二人はどうやら姉と弟のようで全身が緑色だった。出たー。しかも服のデザインも異様で、村の人々が見たこともないようなものだったぜ。さらに言葉も地元のものとは違っていたらしい。で、どうなったの？とりあえず人間であることは間違いなさそうだったので。中世の人たちって、異質な存在に対しては結構残虐なイメージがあるんだけど、地元の有力者の屋敷で保護されたぜ。ほ、ただ問題があった。この二人は出された食べ物を食べようとしなかったんだ。うん。どうやら、彼らは人々が普通に食べていた食べ物を、見たことさえなかったらしい。しかし、ある時人間豆を食べたのをきっかけに、普通に食事をするようになった。少し経つと、屋敷の人々と変わらない食事ができるようになったぜ。当時の庶民からしてみれば、贅沢な食事なんでしょうね。なんか、このまま人間社会に溶け込んでくれればいいんだけど。ただ、皮膚が緑色だと難しそうね。彼らは果たしてまともな人生を送ることができるのかしら。しかし、ここで意外なことが起きる。まともな食事のおかげなのか、彼らの皮膚から緑色が抜け始めた。そんな。そのため、周囲からも徐々に普通の人間として扱われるようになったぜ。よかった、よかった。そのまま彼らは、何とかして生きる道を見つけていくかに思われた。が、弟の方が亡くなってしまったんだ。どうして？どうやら重度のうつ病とのことだ。詳しい原因はわからないがな。しかし姉の方は無事、すくすくと育ち、アグネスと名付けられた。そして彼女は英語を話すことができるようになったぜ。すると、周囲の人々は彼女と弟が、どんな場所からやってきたかということについて、聞き出すことができるようになった。どうだったの？彼女によると、そこは聖マーティンという土地であるらしい。人々は教えに従い、穏やかに暮らしていた。なんか名前を聞くと、キリスト教が広まってるところっぽいわね。探せばふるさとにたどり着けるんじゃないかしら？しかし、アグネスはふるさとについてこうも説明している。頭上に太陽が昇ることなく、いつも夕暮れの闇に包まれている。そして近くに太陽に照らされた場所があるが、川で隔てられていて、そこにはたどり着くことができない。日が出ない場所って、なかなか不可解ね。さらに一番の謎はやはり、アグネスと弟が、どうして狼のための落とし穴から出てきたのか、ということだ。そうそう、アグネスはどう説明しているの？彼女はこう言っている。家族で飼っていた家畜に餌をやっていた時、美しい鐘の音が響いた。その音に聞き惚れているうち、気がつけば穴の中にいた。不思議すぎる。何かに聞き惚れている時って、特に歩いたりとかはしていないでしょうに。どうして知らない場所に移動しているのかしら？彼女はその後、ある貴族の邸宅で使用人として働き、結婚、出産もしたようだぜ。で、結局のところ、彼女の謎に関してはどうなったの？一応、いくつかの説が唱えられている。まあ宇宙人だったとか、別の時空からやってきたとか、そういう説もあるが。でも普通の人間と子供を作ったりしてるわけだから、彼女たちも普通の人間だったんじゃないかしら。もう少しもっともらしい説としては、ヒ素によって毒殺されようとしていたという説がある。どういうこと？アグネスと弟は親を亡くしたが、親戚の男が遺産を狙って、アグネスたちを含め、他の親戚の命をヒ素で奪おうとした。そして毒を盛られたもののなんとか逃げ延び、落とし穴にはまったところを助け出された。皮膚が緑色だったのは、ヒ素の毒によるものだ、という説だな。それはまあ、なんかもっともらしいけど、その他には硫黄病という病気であった。
という説もある。これは鉄分不足のため、皮膚が緑色になってしまう病気だ。それよ。しかも、彼女たちは栄養豊富な食事を取るようになって、皮膚の色が普通に戻ってるしな。あとは戦争孤児であった、という説もあるが、この説でも皮膚が緑色であった理由は栄養不足、ということになっている。2、ゾディアック事件340暗号。次に紹介するのはゾディアック事件340暗号だ。これは20世紀にアメリカで起きた殺人事件にまつわる暗号と、その解読の話だぜ。おやおや穏やかじゃないねマリサくん。このチャンネルで穏やかな話題なんてないだろ。そもそもこのゾディアック事件という、殺人事件そのものから説明していこう。1968年、アメリカで若いカップルなど、5人が命を奪われるという出来事があった。場所はカリフォルニア州、サンフランシスコ市内で、最初に命を奪われたのは、デート中の高校生カップルだったそうだ。痛ましい。二人は夜11時頃、砂利道の対比所で車を止めた。そこはカップルがイチャイチャするのに絶好のスポットだったようで。おい？二人はそこでイチャイチャしていたらしい。でしょうね。そしてその場所で遺体で発見された。死因は何だったの？男性の方は頭を、女性の方は背中を5回ほど撃たれていたらしい。そしてさらに犯人を名乗る人物から、計算通の手紙が新聞社に届けられた。なになに？告白？ある意味告白だけどな、書いてある内容をざっと説明すると、これまでの事件の犯人は自分であることと、ある暗号文が書かれていた。そして新聞社に対して、一面でその暗号文を掲載することを要求し、これに従わなければ週末、12人の命を奪うと宣言したんだ。もう劇場型犯罪の典型的なやつね。そしてサンフランシスコクロニクルは、この暗号文を4面に掲載したぜ。一面じゃなく4面って、ささやかな抵抗かしら。で、ある警察署長はこの手紙の送り主に対し、君が犯人だと言うなら、その証拠とともに、また手紙を送ってきたまえと要求した。なぜにその口調？後、2通目の手紙が新聞社に届く。警察署長の要求通り、そこには事件に関わる非公開の情報が書かれており、犯人からの手紙である可能性は高まった。そしてこの中で犯人は、ゾディアックと名乗っていた。このゾディアックという言葉はもともと、12星座という意味だ。で、話を戻すとこの人物は、暗号を解読すれば自分を捕まえることができる、と宣言した。この事件ではこの他にも、計5人が同じような状況で命を奪われている。大体は、車を止めた被害者を犯人が銃で撃った、という手法らしい。でも、ただの連続殺人じゃなかったってことでしょ？そう。ある被害者の車に、犯人はフェルトペンで謎の記号を残していった。円に十字を組み合わせたものだ。そして、こんな文言を書き加えた。バレーホ68年12月20日、69年7月4日、69年9月27日6時30分ナイフで。うん？これは、それまでに起こった殺人事件の日時や場所などを表している。そしてこの時、犯人を名乗る人物から電話があった。チャンスよ、現場に急行して。しかし警官がそこに駆けつけた時には、受話器の外れた電話のみが残され、そこに残された痕跡からも、犯人を特定するには至らなかったぜ。その後、何人かが被害に遭った後、またも新聞社にゾディアックからの手紙が届いたり、ゾディアックを装った無関係の人間が、テレビの電話インタビューに答えたりしたが、捜査に進展は見られなかった。そして、次はゾディアックからハガキで暗号が届く。やっと真打ち登場ね。事件自体は結局、迷宮入りになってしまい、この暗号文も長年の間謎だった。しかし2020年になって、民間人がこの暗号を解くことに成功した。50年間も解けなかったとは。実はこれ以前にもゾディアックは、暗号文で手紙を送ってきていたんだが、それは非常に早いうちに解読されている。じゃあ、こっちが解読まで50年もかかったのって、前のものより、はるかに複雑な暗号を用いていたからだな。どういうものだったの？340個の記号からなる文だった。解読したのは数学者とプログラマーのコンビで、暗号解読ソフトを用い、複雑な順序で記号を読んでいったところ、意味のある文章が読み取れたそうだぜ。そこに書かれていたのは、主に以下のような内容だ。1、テレビに出演したのは私でなく偽物だ。2、私はガス室に送られても、すなわち死刑になっても、天国に行くのが早まるだけなので恐れてはいない。謎は解けたわ。この事件は迷宮入りよ。解読された内容は FBI にも通知されたそうだ。だが事件当時、その後も何通か犯人を名乗る者からの手紙がマスコミに送られた後、この事件は迷宮入りとなったぜ。ねえ、これってさ、科学捜査がしっかりできるようになったり、
今回の暗号解読とかで、新たに分かった事実とかから、犯人が分かったりしないのかしら？うん、一応 DNA 鑑定とかはされているようだが、その結果は公表されていないな。怪しすぎる。民間の団体が、すでに死亡したある人物を、犯人であると名指しで発表したこともあったが、当局は否定しているようだ。何かわかることがあるといいけどね、被害者が浮かばれないわよ。3. エトルリア人の起源。次に紹介するのはエトルリア人の起源だ。これはローマ帝国以前にイタリアを支配していた、謎の民族の正体についての話だぜ。聞き慣れない名前ね。一応エトルリア人について軽く説明しておくと、彼らは紀元前8世紀から紀元前6世紀にかけて、イタリア中部を支配していた。一時はローマを支配したこともあったが、その後、台頭したローマ人たちに押され、ローマに吸収されてしまったらしい。彼らは優れた冶金学、そしてその他にも洗練された文化によって有名だ。冶金学って？冶金学は、ここでは金属を扱う技術や学問のことだと思ってくれ。で、古代ローマの特徴的な建築の要素に、アーチというものがあるんだが、これはもともと、エトルリア人の文化であったと言われている。え、そうなの？ローマ時代の栄光の陰に隠れてあまり注目されないが、エトルリア人は壺に描かれた美しい絵画、そして金属器や、これまた墓に描かれた絵など、数多くの優れた文化を花開かせていたんだ。ローマに同化した後も、その痕跡は残されたというわけだな。かつて古代の歴史家であるヘロドトスは、彼らが小アジアのリビア、すなわち現在のトルコあたりから移住してきたと主張している。しかし結局のところ、彼らの出自は不明だった。一応、イタリア半島の先住民族ではあるんだが、それ以前にどこからイタリア半島にやってきたのか、ということがわからなかったわけだ。それはアフリカでしょ。人類みなそうだぜ。この件は長い年月にわたって激しく議論されてきた。なんか、言語とかから民族系統がわかったりしないのかしら？民族的に近いと、言語も似るってことあるでしょ？それはそうなんだが、残念ながらエトルリア語というものは、ほぼ残されておらず、その言語も含めて謎の民族なんだ。そして近年になって、ドイツの研究機関とイタリアの大学が共同で、遺伝子の側面から、このエトルリア人の発祥という謎に挑んだんだ。この研究に使われたのは、紀元前800年から西暦1000年にわたる82人の人々の DNA だ。なるほど、タイムマシンでその各時代を回って、サンプルの提供をお願いしたわけね。エトルリア人に出身地聞きに行った方が早いだろ。そうではなくて、遺跡から出てきた DNA を使ったんだ。ふむふむ。で、結果はどうだったの？結果としては、ラティーニ人と関係が深いということがわかった。誰？ラティーニ人は、ローマの近くに住んでいた民族で、元はユーラシアステップ。すなわち、ウクライナのあたりから満州に飛び地上に存在する草原地帯からやってきた。という説が濃厚になったんだぜ。ちなみにこれ以前も、DNA によってエトルリア人の元いた場所が調査されたことがあった。今回よりも前ってことね。その時は何もわからなかったの？その時は、どうやらアナトリアにいたのではないかという仮説が有力視されていたな。今回はその仮説を覆したってことね。ちなみに、その時調べられたのは人間でなく牛の遺伝子だったぜ。なぜに牛？まさかエトルリア人は牛から進化したとか？画期的すぎるだろ。この時はイタリアのトスカーナ地方の牛の DNA と、アナトリア、そして中近東の牛が遺伝的に近いことがわかった。すなわち、それをイタリア半島に持ち込んだと推定される。エトルリア人も、それらの地域から来たのではないか、ということが主張されたんだ。なんだか騙されたような結論ね。結局のところ、今回の新しい調査によって、その主張は覆された、というわけだな。やっぱり牛よりも人が信用できるってことでいいかしら？なんだその結論。4. トルコ火山の謎。次に紹介するのはトルコ火山の謎だ。これはトルコ周辺の不可解な火山活動の話だぜ。ボルケーノ、霊夢はトルコに対してどんなイメージを持っている？トルコアイス、トルコアイス、トルコアイスというイメージね。ほぼゼロだということだな。トルコといえばイスタンブールやトルコ料理、そして日本との関連で言えば、エルプールル号遭難事件などが有名だが、実は火山と地震の多い国でもある。え、そうなの？全然そんなイメージなかったわ。最近でも、1840年にアララト山で噴火があり、地滑りによって1900人が亡くなっている。トルコは、アナトリアプレートというプレートの上にあるんだが、ただ、これに関してちょっとした謎があってな。通常、火山活動はプレートの境界付近で起こる。ふむ。しかし、トルコの内陸部はこのようなプレートの境界から、
結構離れているにもかかわらず、しっかりと活動している火山がある。これが長年の謎とされてきたんだ。このような火山はプレート内火山と呼ばれている。で、この疑問を解くために研究者たちはこの度、このプレート内火山の謎に挑んだんだ。そんな途方もないこと、一体どうやって？地震データや、固まったマグマのサンプルなどを組み合わせ、この謎に迫っていったらしい。これらの、わかる限りの情報を組み合わせ、コンピューターでシミュレーションを行ったんだ。その結果、この現象の原因は東アフリカ気候帯にあることがわかった。なぬ？詳しく見ていこう。まず、プレートの境界から遠いところで火山活動が起こっている原因は、プレートのすぐ下にある、マグマの流路、すなわちマグマが流れるルートだ。実はプレートの下に、このようなルートがあることが分かったということだな。そんな裏口入学みたいな。で、このマグマはそもそもどこからやってくるのか、という問題になるわけだが、裏口入学の手引きをしたのは誰か、という問題になるわけね。それが東アフリカ第一交代なんだ。お前か。これは、東アフリカを南北に貫く巨大な谷の連なりで、南はモザンビークから北はエジプトまで走っている。言うて谷でしょ？マグマとは関係なくない？だが、その谷ができる原因がまさしくマグマなんだ。この辺りは地球の内部のマントルが地表近くまで登ってきて、それが地殻を押し上げ、東西に分割させるため、巨大な谷ができたと考えられている。これにより、何百万年か後には、アフリカ大陸はこのラインで東西に分割されると考えられているんだぜ。たた大変じゃない。地球温暖化とか言ってる場合じゃないわよ。明らかに温暖化が優先だろ。で、この箇所で地表近くまで登ってきたマグマの一部が、アナトリアプレート、すなわちトルコの方まで流れてきて、プレートの境界から遠いところでも、火山の噴火を引き起こしている、というわけだな。このマグマの速さは、年間24センチメートルらしい。え、遅、私でも余裕で勝てるんですけど、マグマと張り合おうとするんじゃない。これは、地中のマグマの流れとしては非常に速い速度なんだ。アフリカからアナトリアまでは、1100万年かかると言われているぞ。マグマと待ち合わせはしたくないわね。実際、トルコではいくつかの洞窟が、このような火山活動による溶岩で岩が削られて作られたものだ。いやー、それにしても、はるばるアフリカからトルコまでやってきて火山を噴火させるなんて、はた迷惑な話よね。まあマントルに悪気はないんだぜ。5. 地震で倒れない草の斜塔の謎。次に紹介するのは、地震で倒れない草の斜塔の謎だ。これは、日本人にも馴染みある観光名所の不思議な秘密についての話だぜ。霊夢も草の斜塔は知っていると思うが、知ってるわ。倒れそうなのになかなか倒れない。まるで日本経済みたいな不思議な観光名所でしょ？まあこのピサの斜塔そのものについてまずは紹介していこう。ピサの斜塔は、イタリアの北部、トスカーナ州にある主楼、すなわち金を納めた施設だ。これはピサ大聖堂という教会の一部であり、大聖堂自体は11世紀に建てられたものだ。ねえねえ、そもそもこのピサの斜塔ってさ、どうして斜めに立ってるの？手抜き工事かしら？いや、というより、地盤があまりにも柔らかかったというか、硬さが不均一であったせいだ。塔の南側だけが柔らかい地盤だったため、そこが崩れ、塔自体が南側に傾いたということだな。ちなみに塔の工事は12世紀、13世紀、14世紀と断続的に行われ、12世紀の最初の建設後、すでに傾いていたとされる。おやおや。で、それを修正しようとしたのが13世紀の工事なんだが、傾きをなんとかしようとみんなが頑張って知恵を出し合ったものの、傾きは補正することはできず、14世紀の工事ではもう開き直って、最上階のみを地面に垂直に立てているんだぜ。ごまかせてないわよ。その後、1990年代にまたも工事が行われ、約 5.5 度あった傾きは4度まで補正された。その凄さはちょっとわかんないけども。で、ここからが本題だ。ピサの斜塔はおよそ 5.5 度の傾きを持っていたわけだが、なぜ、これほど傾いており、しかも何度かの大地震も経験しているのに、倒壊せずに生き残ることができているのだろうか。まあ確かにそうだけど、実はこの地域は、ピサの斜塔ができていこう。そんな地域でこんな傾いた塔が生き残ってこれたのは、何かしらの理由があるに違いない、というわけだ。やっぱり地元の人々に愛されてきたからじゃないかしら？愛で倒壊は防げないぜ。で、この度、地震科学、建築工学のエキスパートたちが集まり、この塔がここまで倒壊せずに生き残ってこれた理由を調査したぜ。で、その結果、分かったことが、地盤が柔らかいから倒れなかったということだぜ。え、いや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 、柔らかいからこそ傾いて、倒れそうになってるんでしょうが、
いや、これが不思議な話なんだが、そもそも、地震で建物が壊れるのには、共振という現象が深く関係している。これは、地面の揺れによって建物の揺れも増幅され、揺れのエネルギーが増大してしまうことだ。これで建物が倒壊してしまう、というわけだが、地盤が柔らかく、一定の高さ、強靭さを持った建物が組み合わさるとき、この共振は相殺されてしまい、結果的に倒壊は防げる、というわけだ。つまり、柔らかい地盤のせいで倒壊しかけたけど、同じ原因が倒壊を防いでくれてもいた、ということだな。恐るべきマッチポンプ。6. 臨死体験。次に紹介するのは臨死体験だ。これは人間が亡くなる時に経験すると言われる、臨死体験の秘密に迫る話だぜ。まあ、よく聞くわよね。まず、この臨死体験というのは何か、ということなんだが、人間は息を引き取る直前、自分の人生が走馬灯のように頭の中を駆け巡り、そして幽体離脱などを経験すると言われる。この他にも医者による心停止の宣告が本人に聞こえていたり、ブーンという音がしたり、トンネルを通るような感覚を覚えたり、あるいは逆に強い光や神に出会ったり、といった一定のパターンがあるようだな。これってさ、亡くなった人の体験ってことは、実際に体験した人って亡くなってるわけで、どうしてそういうことがわかるわけ？いや、人類が生まれて以来、例えば心停止をしたものの奇跡的に蘇生した、という人は一定数いて、そういう人が蘇生後に語った体験談が世間に伝わっているわけだ。この臨死体験の研究が本格的になったのは、19世紀の終わりのことだ。地質学者のアルベルト・ハイムが発表したものが、きっかけと言われている。地質学者？彼は自身が登山中の事故で臨死体験を経験したんだ。だから研究をしていたらしい。また、1988年にはオランダで、心停止した患者に聞き取りをしたところ、うち 18% の人が臨死体験を報告した。似たような調査はイギリスでも何度か行われ、心停止を経験した人のうち、何割かは、心停止中にも意識があったと回答している。なるほど、怖いような、ありがたいような、複雑な気持ちになるわね。で、ここからが本題だぜ。このような臨死体験は、もちろんのこと、それぞれの宗教によって多様に意味付けられるわけだが、科学的にはこれが起こる理由が謎だったわけだ。で、ここで2013年に画期的な研究を行ったのが、アメリカ、ミシガン大学のジーノ・ボルジギンという神経学者とそのチームだ。彼らは瀕死のネズミと、瀕死の人間の脳に共通点を探していた。ふむ、すると、脳活動が急激に上昇する、という現象が検出されたんだ。でもそもそも脳って完全に死んでしまうまでは活動してるんじゃないの？いや、ここで起こったのは、覚醒状態よりもはるかに高いレベルの活動だ。まずネズミの例なんだが、麻酔で昏睡状態にしたラットを心停止させると、30秒以内にガンマ波が激しく発生することが分かった。おお。そして、今度は人間について、末期の昏睡状態の患者の心停止を家族の同意の上で行い、その脳波を測定したところ、やはりガンマ波のバーストがあった。つまりどういうこと？亡くなる直前には、脳が急激に活性化し、健康な状態の時とは比較にならないほどの脳の活動が起きている、ということだな。どうしてそんなことが、どうせなら生きてる時にその能力を発揮して、勉強とか仕事とかで無双したいのに。ただこのようなガンマ波のバーストというのは、命の危機に際して、なんとか助かる方法を見つけるためアドレナリンを一気に放出した上で、過去の記憶をすべて総点検するためだ、という説もあるからな。あ、走馬灯ってそういうことなの？じゃあ私が生命の危機に陥った際には、マリサの怒りをどう回避するかという、私が培ってきた数々のテクニックが、生きてるうちにしっかり生活してくれ。7. 音楽を聴いた時のゾクゾク感。次に紹介するのは、音楽を聴いた時のゾクゾク感だ。へや、バイブスぶち上げていこうぜ。お前それ系の音楽聴いたことないだろ。音楽を聴いてゾクゾクする感覚というのは、誰しも体感したことがあると思うが、いや、この現象がどうして起きるのか、ということは謎とされていた。で、2011年にこれに関する研究が行われ、音楽を聴いた時、特に感情の高まりがマックスになるとドーパミンが放出されることが分かった。これが、このゾクゾク感の正体だぜ。ドーパミンってよく聞くけどなんだっけ？ドーパミンは神経伝達物質の一つだ。脳内麻薬とも呼ばれ。ストップ。最近の YouTube の厳しさを知らないの？マリサの日常会話で出てくる単語をここに持ち込んだら容赦なくバンされ。言っておくが脳内麻薬ってそういうやつじゃないからな。ともかく、このドーパミンとは、分泌されると快楽を感じるため、
意欲、動機を呼び起こすのに重要なものなんだ。具体的に言うと、食事や睡眠、生殖行為など、生存や子孫繁栄のために必要な行為を行った場合、ご褒美として、このドーパミンによって快楽が与えられる。我々は美味しい食事をすると快感を覚えるわけだが。まあ、そうね。どうしてそうなのかといえば、栄養豊富な食事をするというのは、生存に不可欠だからだ。だから肉体が喜ぶことを、私たちが行った時に、ご褒美として快楽物質を分泌してくれるわけだな。それじゃあ、注射とかでこのドーパミンを絶えず投与し続ければ、休みも賃金も与えなくても、働き続けてくれる最強の社畜ができやが、危なすぎてそっちの方がバンされるぞ。とにかく、そのようにしてドーパミンは脳の中で活躍しているわけだが、ここで疑問なのが、どうしてそれが音楽を聴いた時にも分泌されるのか、ということだ。どうして?好きなものを聴くと快感って、当たり前だと思うけど、それは順序が逆だぜ。快感を覚えるからその音楽が好きになるんだろ?確かに。で、食事や睡眠が快楽、というのは、それが生存に直結する行為だからまあわかるんだが、音楽を全く聴かなくても、おそらく人間は生きていける。私は死んじゃう。ノーミュージックノーライフ。いや、だからこれは、従来は生物学的に説明がつかないこととして捉えられてきたんだ。ちなみに、このように音楽を聴いた時に続々感を覚える、という現象は、音楽にあまり縁がなく、特にその能力が高くない人も、演奏のプロでも同様に見られた。それはどういう?つまり、普段、音楽に慣れ親しんでいるかどうか、とか、音楽的才能があるかどうか、ということに、この音楽を聴いた際のドーパミンの分泌は関係ないということだ。ますます謎ね。ではこれらを踏まえて、この件をより深掘りしていこう。2011年、この件に関する研究に取り組んだのが、フランスのブルゴーニュ・フランシュコンテ大学だ。これによると、音楽を聴いた人が続々感を感じているとき、脳の中では、感情の処理に関係のある眼下前頭皮質において、シータ波が観測された。これは、眠りにつくときや、瞑想してるときに出る脳波だ。それはいいとして、結局のところ、生存に必要のない音楽で、ドーパミンが出る理由は何なの?ある説では、音楽はコミュニティの絆を強くする作用があるため、そういった社会的な作用に脳が反応しているのではないか、とのことだ。友達たくさんできそう、わーいって感じ?ざっくり言うとそういうことだな。この他に、この続々感を覚えた時にシータ波が出ていたことから、過去の成功体験を思い起こしたり、成功の予測をしたりする脳の機能と、密接に関連するのではないか、という説もあるぜ。シータ波は、こういった機能とつながりが深いからな。いいことありそう、わーいってことね。平和そうで何よりだぜ。8. なぜ猫がマグロを好むのか。ラストに紹介するのは、なぜ猫がマグロを好むのかだ。いきなりサザエさんの世界観。猫は魚が好き、とりわけ、マグロを好むというイメージがある。まあ魚が好きっていうのはもちろんなんだけど、特にマグロが好きとは思わないわ。実は世界中のキャットフードのうち、そこに使用される天然魚の 6% はマグロなんだ。魚の種類なんて腐るほどあるのにこの数字というのは、ちょっとしたものだろ。確かに、そう言われると気になってくるわ。で、まずは人間と猫の関わりについておさらいしていきたいんだが、我々人間に馴染みのある猫は、家猫という種類で、リビアヤマネコという種がその祖先であると言われている。これは近東、すなわちトルコ、エジプトやイラクといった地域にいた種で、人類が農耕を始めた頃、人間たちと共にヨーロッパに渡ったそうだぜ。で、問題は、彼らの行動範囲にマグロはなかった、ということだ。つまり、もともと猫が食べていた、ということではないわけね。では猫たちはどうやってマグロと出会い、なぜマグロを好むのか、という謎にこれから切り込んでいこう。にゃあ、イギリスの科学研究所がこの件に結論を出すため、まず猫の未来を調べた。ああ猫が将来どんな風に、言っておくが未来とかけたダジャレはなしだぜ。その結果分かったのが、猫は旨味を感じることのできる未来を持っている、ということだ。それってすごいこと?いまいち凄さが伝わってないかもしれないが、これは画期的な発見だ。そもそも旨味というのはタンパク質を示す味で、食材としては鰹節や昆布が、このようなタンパク質を多く含んでいる。あるいはグルタミン酸とかアスパラギン酸とか、そういうやつがこの旨味成分にあたるわけだ。で、特に猫が好むのが、ヒスチジンとイノシン酸という成分だ。猫の舌は、これらの成分を特に強く感知するような仕組みになっているわけだが、これらの成分を多く含む食材がマグロなんだぜ。つまり、たまたま猫が大好きな味だった。ってことね。
まあそういうわけなんだが、実は猫の味覚に関しては、もう一つ興味深いことがわかっている。猫にとっての旨味というものは、人間にとっての甘味と同じかもしれない、ということだ。いやもう話が抽象的すぎて何がなんだか、説明して死んぜよう。そんなキャラだっけ？私たち人間は、砂糖などによる甘味が大好きなわけだが。そりゃもう。しかし、猫の味覚では、実は砂糖の味を感知することはできない。なんですって？人生の 95% くらい損してるわよ。一方で、先ほど見たように、旨味を感知する能力に特化している。これは、猫が主に食べていた肉に砂糖が含まれていないためだと考えられるぜ。その分、猫はマグロの旨味を、まるで人間がパフェとかケーキとかを味わうように楽しんでいるのかもしれないってことだ。まあ、それはそうなのかもしれないけど、肉をずっと食べ続けていたなら、お魚くわえて走り出すほど魚が好きなのはどうして？そこには人間が関わっている。猫を最初に家畜にしたのは、古代エジプトの人々なんだが、そのエジプト人たちが、主に猫に与えていたのが魚らしい。彼らは漁で釣った魚のうち、余ったものを猫にあげていたようなんだ。ここで猫は自分の舌にマッチした魚の味を覚えたのではないかと思われる。猫が魚を食べる様子は、古代エジプトの壁画にも書かれているくらいなんだぜ。そして日本でも魚がよく食べられていたため、必然的にその余り物が猫に回ってきた。それで日本人の間でも、猫は魚が好きというイメージが定着した、というわけだな。というわけで今回は、解明された世界の謎8000について解説してきたぞ。解明されているとはいえ、さらなる謎を読んでいるものも多かったわね。いい映画には続編が作られるように、科学の謎も絶え間なく消えては現れる。だからマリサもネタバレを恐れないで。狂気は氷で、狂っていたのは主人公の方で、この映画で起きたことは全て主人公の夢もがもが、カツオ節やるからおとなしくしてるんだぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。